やっぱり皆さん気になるのはどんな絵が撮れるのという画質面ですよね。このインスタ 3601R で撮影してきた映像をこの後ご覧いただきたいと思います。自転車の捨て目に取り付けたマウントで GoPro Hero 7との比較、特に、ね、手ブレ補正どんぐらいいくかっていうのと、そして久屋踊りにあるフラリエ、もともとランの館と言われてた場所にね少し行ってきましたので、360度の動画ご覧いただきたいと思います。そして撮影した映像、特に360度の映像は編集が必要ですので、アプリでの編集、パソコンでの編集、どんな感じかっていうのを非常に簡単ではございますけれども紹介して、終わりたいかなというふうに思います。では実際の映像をご覧ください。
はい、こんにちは、物欲な小屋人です。今日はインスタ360の画質手ブレ補正度合い音質チェックということで、名古屋のフラリエというねところにやってきてます。ここね、こういった撮影とかゆっくりのんびりね休日過ごすには非常に入場無料でいい場所なんですけれども、今左側に GoPro Hero 7ブラック、右側にインスタ360の、4K 撮影できるワイドアングルのカメラ取り付けています。360度カメラのユニットと交換できるんですけれども、今は 4K60p ですねの手ブレ補正ありの状態で、マウントに2つねマウント板に取り付けて、マウントプレートに取り付けて、ミニ三脚というかインスタ360の、三脚、一脚ですね、ミニ一脚に取り付けて撮影してますので、条件としてはほぼほぼ一緒、ちょっと横にずれているので画角というかね、位置的には完全に一致ではないんですけれども、片手で今持って普通に歩いている状態です。音声20センチぐらいかな、カメラの後ろで普通に話している状態ですけれども、どんな感じで撮れてますでしょうか。画質は両方ともオートです。なのでデフォルトでこんな感じで撮れるよというような映像です。非常に多くの YouTuber の方がもうこの比較映像っていうのは、ね、出されているかと思いますので、まああくまで N マシというか参考のプラスになれば幸いかなというふうに思っております。色味明るさどうでしょうか。逆光です。かなり明るい状態で撮影してますので、 ND フィルターとかね取り付けないので、そのあたりの晴天での見え方っていうのもどうでしょう。ちょっと暗めのとこに入りました。小走りします。パンです。どんな感じでしょうか。かなりブラしてます。酷な動きをさせてますけれども、違いが出てるでしょうか。もうこのクラスになってくると非常にね好みの世界になってくるかなというふうに思います。特に色味であったり明るさっていうのは
まあ、暗めに映る人が好きであればサイド抑えめに映る方はね、映る方が好きな方もいらっしゃるかと思います。空の青さどんな感じでしょうか。色調はどんな感じでしょうか。ちょうどね、黄色、赤、緑とこのように花が揃ってましたので比較してみてます。では続いて写真を撮影してみます。今 GoPro Max とインスタ360の360度カメラ装着した状態で撮影しています。 GoPro Max は 5.6K の 30p、 そしてインスタ360は 5.7K の 30p と、アップデートによって Max も 5.7K モードが搭載されましたね。今回はこの 5.7K モードをまず比較してみたいと思います。こんな感じでセルフィースティックにカメラ取り付けて撮影してます。ぐるぐるとね、回せる状態で360度全周撮影してますので、後で簡単に編集して通常のフル HD 等の画質に落とし込むことができます。
ということで今回はインスタ360と GoPro Max の360度映像を使っています。